ついにウルトラマンアーク7月6日から放送スタートですよ。やったね。もう新しいウルトラマンシリーズ始まるとテンション上がるね。てかまあ特撮系はね、新しいシリーズがまず発表されるときに、こんなのが出るのみたいになるし、その後にやっぱこう放映が開始して、うわー、特に1話ってやっぱ気合入ってるじゃん、どの特撮も。ウルトラマンはもちろんね。だからね、テンション上がるね。もうね、やばいっす。今これナレーション撮ってる日の翌日にもうね、放映開始ということで、楽しみです。はい。ということで今回はね、おもちゃのリサイクルショップおなじみですね、トイプラネット藤岡店さんのウルトラマン関係のおもちゃのコーナーに来ました。まあ、ソフビがこう一番目立つメインなんだけど、変身アイテムとか、ビークル系とかもあって、そしてね、ここら辺にはね、ゴジラとあとガメラもありますね。まあ、ガメラで言うとね、最近は最近ちょっとなんか密かに人気になりつつあるユニオンアリーナっていうトレカシリーズがあって、それにね、ガメラが出てるんですよ。って感じだよね。ガメラ出るんだ、ゴジラより先に、みたいな。そう、そのガメラもね、なんかね、直筆サイン入りだったりするカードも入ってるみたいで。なんでかっていう、誰のかって感じじゃん。なんかね、制作スタッフの直筆サインっぽいんだけど、なんかね、メルカリとかですごい高く売られてましたよ。で、売れてましたね。やっぱ、まあ、直筆サインはね、ユニオンアリーナに関してはもう、ほぼ出ないと言っていいぐらい、もうね、めっちゃレアなんで。まあね、ちょっと今ね、場所によってはちょっと安く売ってる場合もあると思うんですよ、ガメラ。割とね、ユニオンアリーナのガメラはね、残ってる印象あるんで、安売りとかしてたら、まあボックスで買って、開けて、もちろんね、カード、その直筆さん以外の普通のカードもね、全然、もうかっちょいいんで、買っていいんじゃないかなと思いますね。しかもね、別に直筆さん以外でもね、価値あるカードありますし、すごいかっこいいカードいっぱいあるんでね。あ、ウルトラの母、頭が。そう、だから、ユニオンアリーナね。特にまあ、ガメラはおすすめなんだけど、特撮好きの方には。ね、ウルトラマン、でもウルトラマンはなんか別ので出てるよね。別の、なんだっけ、ファイシュシュバルスだっけ、なんかで出てるよね。あとなんかいろいろあるよね、ウルトラマンはね、別にね。そう、ユニオンアリーナね、今ちょっとね、僕的にもおすすめでして。例えばブルーロックとか今ね安売りされてるんだけど、結構カードかっこよかったり、あと鉄拳7だっけのユニオンアリーナのカードもあって、それもね安売りされてるんだけど、すごいカードかっこいいんですよ。よく知らなくてもかっこいいと思うんで、おすすめなんですよね、ユニオンアリーナ。なかなかいいトレカシリーズじゃないかなと思います。さあ、そしてね、こっちの100円コーナーとかに来てますね。来てるというか、まあ下の方にあるだけなんだけど、これなんだろう。お、ウルトラマンペリエルアトロシアスの指人形。指人形もかっこいいね。最近のって塗装が省略されてる分、やっぱりこう造形力が上がってるというか。お、缶バッジ。エキスポ的なのに行かないともらえるのか買うのか分かんないけど、結構レアだと思いますけどね。まあメルカリとかで安く買えたりするのかな。お、ウルトラマンタイガー。超かっこいい。メタリック塗装みたいな感じ。あ、なんか逆にこのなんかね、レトロ感っていうか、なんか戦った感というか、朽ちた感。おしゃれ。あ、キングギドラ真ん中切られてる。なんか劇中と一緒だ。確かメカキングギドラになったキングギドラって真ん中の首なかったんだよね。確かね。お、タオルだね。そしてこっちはね、ビークルって系とか、変身アイテムとか、戦闘機とか、そういう感じですかね。何これ。これなんかあんまり見たことないけど、ガードのやつか。ガードってなんだっけ、あれかな、ガイアかな、シグだからガイアか。こんなんあったっけな、あんまり記憶ないんだよな、これ。ただね、このデラックス玩具を、あ、そうそう、このね、ウルトラマン銀河の銀河スパークだっけ、最近値上がってるんですよ、かなり。一時500円ぐらいで結構買えたんだけどね。そう、僕ね、今ね、コレクションをね、結構整理してまして、やっぱり部屋をね、綺麗にしたい、物置部屋も綺麗に管理したいということで、ちょっと今、一旦減らすってことで、だいぶ売ったりしてるんですけど、フリマとかリサイクルショップとかに、このね、トイプラネット藤岡店さんにもね、この前、いくら分だろう、8000円分ぐらい売ったかな、ですよ。そう、で、どっちかっていうと、デラックス玩具はちょっと減らそうかなと思ってて、なぜかっていうと、
場所取るし、僕はどっちかっていうとなりきり遊びよりごっこ遊びするタイプがなんです、そっちが好きなんで、ミニチュアというかおもちゃの街に使えるようなおもちゃは取っておいて、デラックス玩具はちょっとね売ったりしてるんですよ最近。あ、これねビーダーマンのゴジラがありましたまあそこまで、ね、激レア品ではないみたいなんだけど、でもね可愛いですよね。そう、こっちトランスフォーマーのコーナーですね。そうだからデラックス玩具はちょっと大きめのフィギュアで箱に入ってるフィギュアをまず売ったりしてます。でだいぶ減らして、今ちょっと整理して部屋掃除してちゃんと棚作って並べて、本当に必要なものだけこう置こうかなと思ってますね。まあだから買う量もだいぶ減ってますよ最近は。今回ねこのトイプラネット藤岡店さんで買ったのって実は一つしかなくて、あのドラゴンボールヒーローズのなんかガイドブックみたいなやつ買いました。とね、そのガイドブックね3枚付録のカードが付いてたんですよ、ドラゴンボールヒーローズの。さらそのうちの2枚欠品してて1枚だけあったんですよね。まあでも別に本がすごい楽しくて、僕が知らないね、あ、こっちにもある、でこっちは安い、でこっちのは値段が違うっていう謎のね、なんかお得感ある。こっち500円ぐらいで買えるからね、これはいいんじゃないかな、すぐ売れちゃう、買うか悩んだんだけどね。でそうそうそう、ドラゴンボールヒーローズのねこれガイドブック買ったんですよ。すごいね、知らないキャラとかいっぱいいて、ドラゴンボール GT のキャラとか、なんかスーパーのキャラとかもいて、なんかもう読むだけですごい楽しかったですね。あとカードデザインもいろいろ見れるからかっちょいいとかなってましたよ。この辺ビーダマンだね。そう、買ってよかった、結構読んでます。はい、かなり読みましたね買ってすぐで。あれですね、値段が110円かな、100円かな、110円かな、まあそこら辺ぐらいでワンコインというかもう安く買えましたね、はい、100円ぐらいで。結構ね本のコーナーもあって、雑誌とかおもちゃ系の、おもちゃ関係だけだけどね、特撮とかアニメとかそういう系とか CD のコーナーもあるんだけど、特に本はね結構ね安いことがあるんで、これね僕だけのね秘密にしときたいぐらいねお得情報ですね。あ、これアトムのハッピーセットなんだね。鉄腕アトムってマクドナルドのハッピーセット出てたんだね。お、塩ビ人形のドラゴンボールだ、これ悟空かな。お、これなんだっけ、ヨーゼフ、パトラッシュ、どっち、ヨーゼフだよね、ハイジの。あ、これね、太っちょソルジャーいたね、昔ガチャガチャで。この当時1回200円ぐらいだったっけな、300円したかな、一応。あ、これリカちゃんのね、ちっちゃいやつね。これなんだろう、詰め合わせになってる。ドラクエ系かな。最近やっぱね、塩ビ人形とかよく見かけますね。増えた感じする、ちょっと前よりは。てか僕が見るようになったからかな、昔より。これ何、ベジータんかな、ベジータかな、カカロット。あ、これ最近のだね、ウルトラ怪獣消しゴムって最近出てるんですよ。一回500円だけど3個入りだったかな。うん、結構いいよ。力良くなってるからね、塗装とか関係ないし。これね前回からあるんだけど、これなんだろうね、自作シールなのかな、なんかちょっと気になるんだよね。買ってみたいところなんだよ、中何が入ってるか分かんないんだけど。でもちょっとね1000円ぐらいするんでね、最近僕はねちょっとだいぶお金に渋いんで買えてないっすね。とか言って UFO キャッチャーめっちゃやっちゃったけどね、1万5000円分とかやっちゃったこの前。あ、でもあれか、ガチャを5000円分やって UFO キャッチャー1万円分みたいな。この辺なんかバトルトイ、バトルトイっていうか、まあ、ボトルマンと、なんだろうな、ビーダマンとかで100円コーナーよくいるね、この子ね。お、ガチャ、これ、ね、やっぱね未開封のガチャガチャっていいっすよ。そう、コレクション整理してたら昔400円ぐらいで回したスーパーファミコンのミニチュアのガチャガチャがあったんだけど、専門店で1800円買い取りしてくれました。高くなってた。お、ガードレール、これ100均ならと思うな。お、チョコエッグとかあるね。これね普通にこのジンの兄貴だけ買うのありだよね。ルパン、まあ鬼滅もね
こういうおねむたのシリーズとかすごいね、一時高かったのよ。100円なんかで売ってたらもうみんながもう即買いするレベルだったのに、今は超余ってますね。もうキャンプ動物だ。この辺ね、ガチャガチャのフィギュアとかいっぱいあるんで、うん、楽しいですね。あとは箱なしフィギュアとかもあります。お、爆豪だ。やっぱね、ヒロアカもね、メインキャラとか結構安く売ってることが多いかな。いっぱい出てるからね。特に箱なしとかだと、あ、そう、ベストジニスともね、結構今安いんですよ。一番くじの方も箱入りで1000円以下で買えたりするからね。あ、これあれじゃない？バーダックだっけ？違うか、偽悟空だみたいなやつだっけ？違う、あ、ごめん。ちょっとわかんないな。もうこれ SH フィギュアーツなんですよね。イカゲームのやつだっけ？で、さっき言ってたこれブルーロックね。サッカーの漫画なんですけど、一回僕温泉施設の漫画コーナーで読んで、うん、白樹の湯っていうところで読んだんですけど、なんか、なんだろうな、バトルロワイヤルというかサバイバルゲームのサッカー版みたいな。そう、人が死にそうな雰囲気なんだけど、まあ死ぬわけないっていう、サッカーだからね、っていう感じの漫画でしたね。お、こっちも箱入り、箱なし。まあ箱入りはワーコレが多いかな。ワーコレもね、ほんと物によって高いからね。あ、悟空、スーパーサイヤ人3かな。今ね、ドラゴンボールハマってるんでね、ドラゴンボールとヒロアカのフィギュアやっぱ探しちゃいますね。ワンピース今安い時多いね。たまに箱入りフィギュアとかでマイナーなキャラとか100円で売ってたりするんですよ、場所によっては。そしてウルトラマンコーナーでしたと。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してください。よろしくお願いします。コメントや評価ボタンも、よろしくお願いします。あとね、説明欄、下の説明欄にいろいろ Amazon とかする以外のリンク貼ってますので、よかったらそちらもご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。